ジェフユナイテッド千葉、ワッキー選手です。お疲れ様でした。お疲れ様です。ビファーレン長崎との一戦、振り返って一言お願いします。まあ、立ち上がり早い段階で、まあ、いい浅川くんからいいクロスが入ってきて、そこで、まあ、僕がニアで潰れて、まあ、いつものジェフの強みである、まあ、サイド攻撃から得点できたのは、まあ、良かったかなと思うんですけど、まあ、前半守りきれなくて、まあ、失点してしまって、まあ、苦しい時間が続いたんですけど、まあ、そこ後半入って、まあ、チーム全員で前から行こうって言って守備でボール取ってそれで得点できたのは良かったかなと思ってます。ご自身のアシストのシーン、はい、振り返って一言お願いします。まあ、みんなきつい状況で、まあ、足も止まってきたんですけど、まあ、後ろから前から行こうと、まあ、強く言ってくれて、まあ、そこで自分が一個ギア上げてキーパーからボール取って、まあ、得点できたのは、まあ、自分の守備力が活かせて、まあ、良かったかなと思ってます。次が岡山との準々決勝です。意気込み、決意をお願いします。まあ、そうですね、次勝って、まあ、ベスト4行って、まあ、西ヶ丘で、まあ、プレーしたいなって気持ちありますし、まあ、親やサポーターも応援してくれてるんで、その期待に応えられるように頑張りたいと思います。優勝を目指して頑張ってください。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。